こんにちは、浦和レッズ宇賀神智也です。この度台風19号による大雨で私の地元戸田市にある西湖ドーマングリーパーク、そしてユース時代を過ごしたレッズランドに大量の水が流れ込みました。それから約1ヶ月が経ちましたが、多くの時間と費用がかかるとのことで、自分に何かできないかと思い、キメノテプロジェクトを立ち上げることにしました。人は困った時に手と手を取り合い助け合います。そして私たちの愛するサッカーもいろいろな場面で手と手を取り合い助け合います。私はこのプロジェクトを通じて、水没して使えなくなってしまった芝生を張り替えるための費用を集めたいと思っています。皆さん、ぜひご協力よろしくお願いします。